皆さんこんにちは。神竹モーターズのモータージャーナリスト諏訪田です。本日は1966年から販売を続ける国民的車種カローラシリーズから初の SUV が発売されたということで、カローラクロスのご紹介をしていきたいと思います。どこのチャンネルやここ皆さんこんにちは。神竹モーターズの諏訪田です。まさきです。はい、本日は9月14日発売カローラクロスをご紹介していきたいと思います。よー、はい、今日はですね、私の個人的主観女性目線でのレビューと、まさきくんによる詳しい解説でご紹介したいと思います。めっちゃハードル上げられてる皆さん今日は専門用語一切使えません。食べ物とかに例えて分かりやすい用語でご説明しますんでご安心くださいね。それでは早速こちらのカローラクロス TNGA GAC プラットフォームということになっております。おー、数秒前だねいきなりブレとるやないかこちらのサイズですね、例えるならばラブ4ゴリゴリマッチョ体育会系でもなく、ヤリスクロスのようなインテリ釣りメガネでもなく、ハリアーのような高く止まってるタイプでもなく、昔からの幼馴染みたいな SUV です。もうなんか結局情報量が多くて入ってこんつまりはトヨタ SUV の僕はスタンダードだと思って、なるほど。ここに来るまでにね動かしてきたんですけど、良くも悪くもしっかりカローラやなっていう感じですけど、外装の方からご紹介したいと思います。はい、今回はハイブリッド Z っていう一番上のグレードの肉のタイプになりますんで、この仕様になってます。ここのヘッドライトがシーケンシャルターンランプになってまして、かなりここの4つのライトがドドドドドーンってこう流れる感じで、滑らかというよりかすごいなんか分かりやすくダイナミックなシーケンシャルみたいな印象です。なんかね N ボックスとかあったら、うん、結構細かく小刻みにこうルルルルルって流れてる、うんうん、でここにもフォグランプ LED のタイプがついております。でここら辺のねフロントのマスクに関しましては、今までのカローラツーリングのようなサイズのような、なんかちょっとこうよくトヨタさんにある大口状態、うん、グリル周りはカローラの流れをしっかり組んできてるなっていう感じがしますね。ここはもうおなじみ伝統の C マーク、カローラといえばこれで、エンブレムの周りがちょっとこう青いカラーになってるのが、はい、やっぱこのハイブリッドの証ですね、うんうんうん、で今回 のご紹介する車に関しましては、モデル下のアルミがオプションでついております。これは標準ではない、標準ではありません。すごい、でもやっぱりモデル下になってるんで、この黒部分が多くてかっこいいですね。 Z グレード標準サイズって18インチでしたよね。18インチです。これもうミシュランミシュランってめっちゃ可愛いと思う。で、あと今回のはちょっとオプションでここにシルバーメッキがついてます。通常はついてないです。なんかちゃうなと思った、やっぱそれか。そうそうそう、ここだけね切り抜かれてるんですよちょっとなんか分かるんですよ、カッチしてね。しゃーない、で私ね個人的に好きなのはやっぱここのメッキですね。このグレードになるとここの部分がずっとこう続いてシルバーのメッキになって、カローラクロスすごいね。後ろがですね、やっぱここら辺のバンパーがすごくゴリッと出て、ここら辺が SUV 感やっぱあるなって感じ。そうですね、うん、ここもちょっとツヤが入ってて、ここの樹脂タイプとは違うバンパーになってるんで、質感っていうか。本当だ。そう、ヤリスクロスとかやったらちょっとこう後ろの荷室が物足りなかったりしたんですけど、うん、それがもう見事に改善されてますね、うんうんうん、ライバル車種でよく言われるのがこの間見た新型ベゼル、はい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 、同じようなサイズ感なんですけど、ちょっとベゼルよりもさらにまたちょっと大きく見えるんですね、これね。そうですね、ハリアー、ラブ4、うん、で次これですよね、サイズ的には、うん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 、でヤリスクロス、うん、CHR、うん、ライズという序列で僕は頭に入ってるんですけど、うんうん、これやってますよね、ちょうど真ん中に入ってきた感じやね。カローラってトヨタが昔から守り続けてきた名前ですし、うん、さっきもここまで来るのに動かしたんですけど、うん、本当に変なトゲないんですよ。おトゲがないってさっきから言ってるよね、よく、うん、卵ってことやんな。要はその乗る人選ばんのですよはいはいはい、とりあえずこれ持ってて問題なしみたいな、うんうんうん、とりあえずあの店行ったらまずこれ食っとけみたいななんか焼肉屋さん行ったらとりあえず卵スープ飲むみたいな。あとラーメン屋はチャーハンで、あチャーハンがうまいところ間違いないみたいなこちらオープン。まず内装こんな感じとなっております。おお、何でしたっけ、これ Z グレードはホンガーとファブリックのコンビでしたっけ。そうです、ね、非常に高級感のある質感の良い雰囲気ですね。ちょっと失礼しますね、ちょっと熱い。それでは早速エンジンをかけていきたいと思います、はい、スイッチオン。
うん、すごい静かです。エアコン今ローでつけてますけど全然静か。やっぱハイブリッドさすが。今あの何の気なしにシート倒したんですけど、これパワーシートですよね。あ、そうそうそう、このグレードになると8ウェイパワーシートになります。ガソリン Z とハイブリッド Z だけはパワーシートですね。パワーシート、はい、まず視界なんですけどもすごく見やすいです。ガラス部分が多くて非常に見やすいです。私の身長でもまあ前のところとかもまあ感覚ちょっと前は分かりにくいですけど。ちなみにこれあのシートリフターで上の方まで上げていくとどれぐらいの高さいくんですか。じゃあちょっと横上げてみますね。えキッチキチやあとね、僕もこれちょっとパワーシートこれ気になったところがあって、メモリがないんですよ。車によっては今自分の決めたところにセットできるでしょ。メモリーシート。そう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 、それがないなっていうのはちょっと感じました、ね。このあたり。そう、セット1。セットでラブ4とかやったらついてますね。これはないんで、ちょっと自分の頭にメモリーポジションしてください。はい、じゃあ内装の方ちょっとね、乗った感覚ちょっと1個いいですか。はい、私最近新型ベゼル乗った時に、あの高級感、ずっしり感、スパムおにぎりっていう例えしたんですけど。あったっすね。そう、もうこれは正直昆布のおにぎり。ちょっと落ちたじゃあそう、落ちたと感じるかは人それぞれやと思うけど、落ちてはないんですよこれ、間違えないでくださいね。ペコパみたいな落としてはない。これはね、あの馴染みがある、もうやっぱ昔から乗ってるような目新しさは正直こう乗った感じなかったんですけど、なんか我が家に戻って実家のお母さんが直で握るおにぎりみたいなで、ほんでこう乗った時のこのシートの感じもね、フィットしてて、ここがこう形状がグリッと回ってるんでね。はいはいはい、あのシートのデザインがなんかちょっとスポーティーですね。うん、スポーター、そうですね、スポーツタイプになってます。で、装備面で言いますと、まあハンドルはこのように顔巻きのハンドルになってます。最近のトヨタのステアですね。うん、もうよく見るやつです。まあここにはクルーズコントロールですかね。うん、通常機能のボタンがついて、こっちはメーターの操作になってます。マルチインフォメーションディスプレイ。はい。メーター周辺ですね。7インチやったかな。僕液晶のディスプレイと両サイドにアナログのメーターがついてます。あ、そっか、え、このスピードメーターって画面やったんや。うわ、全然気づかんかった。え、こういうもんやと思ってた。うわ、そっか、これデジタルか。ディスプレイオーディオ7インチ、標準装備、はい、うん、9インチのオプションで大きくなってます。うん、画面大きい方が見やすいわっていうのやったら、もうあの、うん、新車注文するときに9インチ入れといてもらわないと、うんうん、これは後からつけられないですからね。そうですね、ディスプレイオーディオなんで、うん、携帯をつなげて何か Amazon プライムとか YouTube 見るとかやったら大きい画面の方が見やすいかもしれないですね。うん、そうですね、うん、要注意のアクセサリーで、はい、CD、DVD でディーラーオプションでつけないとないんですね。それをつけたいってなった時に、うん、CD、DVD デッキを取り付けられるような、はい、パネルのメーカーオプションを選択しないと、うん、はい、設定がなくなっちゃうんですよ。あら、な、後からつけたいってなってもつけられへんと。そうですね、まあ綺麗にちゃんと CD、DVD をつけたいという方はもうメーカーオプションで新車発注時からプラス料金もいらないんで頼んどいた方がいいかもしれません。今回パノラミックビューモニターのオプションがついております。こちら、わー、いいなー。はい、ちゃんとこのように連動してグニグニ曲がるタイプの、はい、切り替えもできます。で、あとはここにシートヒーター、運転席どちらもついてます。あとはここに USB 差す口が一つありまして、ここにも一応充電のアクセサリーソケットがついてます。ここにちょっとね、布が入ってます。優しい。ここが置くだけ充電のオプションを設定すれば携帯上充電ができますと。ドリンクホルダーがあります。はい、これまさきくん一言。パックさせないので僕はノーですやっぱね、キルクルってね、全国的にまだ広がってないんよきっと。いや、違うキルクルだけじゃないで、車の中で燃えるゴミ、缶、ペットボトルってちょっと分けるのしんどくないですか。確かに確かに。だから僕はあの車の中でパックがさせるのってすごく魅力的だったんですよ。なるほど。いや、ちょっとこれからの自動車業界考えた方がいいかも。ヨドさん、ぜひゴミの分別もできるような車作ってください。だったらゴミを資源にして、このままエンジンで電気発電して。もうそれ知ってるぞあの、あんの？バックトゥザフューチャー3の時のデロリアンやん。めっちゃすごいやんこの話ちょっと長いな。もちろん電動パーキングですね。オートホールドブレーキもついております。あのハイブリッドなので EV モードとかドライブモードの切り替えのボタンがついてます。エコモード、スポーツモード、ノーマルモード切り替えができますと。前の視点切り替えですね、はい、自動車
が右側にボタンついてますのと AC100V1500W の電源のボタンもここについてますと。アクセサリーコンセントで 100V 電源が使えるんで、はい、あの家庭用の電気製品使えたんですよね。それはすごい便利で、後でちょっとじゃあラゲッジ開けた時に見ていきましょう、はい、収納スペースに関しましてはここが通常通りあるけど、この辺りは正直ないですね。で横側が意外とでも広いっちゃ広い収納スペースがついてます。で持つところはここ変わってるなってものがこんな感じですごい掴みかかれる。でここはまあいつも通りミラーと LED がついて、こっち側にも同じくついてますと。ルームランプも LED が表示されています。はい、になったんですけど、この車ってパノラマルーフ絶対ありませんでしたっけ。プラス11万円でパノラマルーフがつけれるんです。じゃあオープンしていきます。いきます、オープン。おー、想像で保管してください、ね開放感がやっぱちゃいますね。全面ガラス張りです。無音ルーフじゃなくて、うん、パノラマルーフなんで、ルーフがガラスで開かないタイプ。開かないタイプ。あのラブ4とかは開くタイプで一応ルーフがね。あとは新型ベゼルも開かないタイプ。開かないタイプ でこれね、結構選ぶポイントの一つになるかなと思うんですよ。あのヤリスクロスだったらこれもつけれないですし、ライズももちろんつけれない、 CHR も付けれませんと。この価格帯で付けれるっていうのはすごく魅力かなと思います。後部座席座っていきます。私ちょっと身長すみません、150センチでコンパクトにはなるんですけど、やっぱり十分。あの僕さっきからずっと後ろどうということはないです、ね、そうですね。後部座席は前後にスライドはしないで、リクライニングがちょっとできる2段階ですね、できるようになってます。このように手を置く、肘置きと、あんまりそう、あ、これ浮く、浮くタイプ。安定感はなんかこっちの方がすごいしますね、うん、で私すごいなと思ったのがここ、もう映画館のテーブルみたいにしっかりなんかここにポケットあるし、開ける時もこう持ちやすいところあって、ドリンクもここにある。ドリンクなれたらもう4つ入れれるんで。あ、何これ、そんないる。だからビールとつまみを立てて後ろの席がめっちゃ酒臭いっていう、ここら辺かき火をしてるみたいなそんな気持ちよくここで飲む人おるからくさーおっさんやないかよく飲みに行ったりするんですよね。あ、まあまあ、あのよく私も一緒に飲みますのでねここあのポケットはないです。こっちにはあるんです。こっちだけ。ここはあのエアコンがついて、下に USB が2口ついております。素晴らしい、はい、高さがある分圧迫感はなく、いや、あの普通に広いですよこれ。普通に広い。僕はヤリスクロスよりかは後部座席に人権がちゃんとあると思いました。人権それではラゲッジスペースをご紹介していきたいと思います、はい、こちらですね、オプションでハンズフリースライドパワーリアゲート、スライドはしません。ハンズフリーパワーバックドアがついております。なので足をピュッと入れると開くということなんで、私やってみたいと思います、はい、雑ない。あ、行きました、反応した。私のこの短い足でも行けます。あのめっちゃ広ない、めっちゃ広い。このクラスの中でいうと結構大容量で、この下はこのように、この形はもしかしてスペアタイヤのメーカーボードの設定あるやつですね。あるやつです。でここの両サイドにちょっとした収納のなんかこう低めの、うん、まあ、こぼれていかんような形になってですね、うん、倒しました、うん、しっかり段差、はい、まあ SV やったらしゃーないな。フラットにできるようなあのオプションが12月頃に発売されるということなんで、何かすぐねしたい方はそれ買ってください。これがあれですかね、あ、1500W のアクセサリーコンセント、はい、あります。これについてなんですけども、やっぱ非常時、やっぱ災害とかね、まあ、テレワークこんなところするかなとかもあるんですけど、まあ、パソコン充電したりとかにも使っていただけます。注意点としてはやっぱ家庭用の電化製品って外で使うことを想定されてないで、ちょっとこう平置きできない、平置きしないと対応しないものとか、熱発生させるやつとかちょっと怖そうですね、うん、ちょっとねあると思うんで、また別でね、もし要望があればここにあの炊飯器つなげて炊き込みご飯をあの炊くという調理クッキング動画とかね、諏訪田さんにぜひ無茶振りをお願いしますやめてくれ。使う場合はまずアクセサリー状態にしてください。1、2、2回押しときます。これを3回押します。するとランプついた、つきます。でそしてここにも非常時電球エンジン始動なんとかっていうのがねつきますと。でこれで使えるようになります。これでもうここにさせてもらったら使えると。ただまあ換気したりとか、うん、雨降って水がちょっとコンセントつくみたいな、そういう状況だけはちょっとね注意して皆さん使ってください。怖いな、怖いんで。
それでは最後にですね、納期なんですけども、こちら あのハイブリッドの車に関しては、まあ、今日現在で言うと大体来年の1月2月ぐらいの納期。おー、もう今注文入れてもそれぐらいになっちゃうんですね。なります。で、あとはまあガソリン車になると少し早い、まあ、12月末から1月ぐらいの納期となっております。ほんで S グレードに関しましては今キントでしか取り扱いがございません。 あの S グレードは2月からの生産開始となりますんで、まあ、基本的には買うなら Z グレードが一番買いかな。良くも悪くも癖のない、うんうんうん、あの車だと思ったんで、こいつを基準に SUV を選んでいくっていうのもまあ一つの点かなと、うんうんうん、ただあの基準になるようなこいつがやってきたことで、あのちょっといろんなもの選びやすくなったんじゃないかなっていうのが僕の印象ですね。価格帯だけで言いますと、一応これが299万円本体価格なので、ガソリン車にすると260万円ぐらいに落ちますと。でヤリスクロスのハイブリッド Z にすると、まあ、260万なんで、まあ、大体ガソリン車とヤリスクロスのハイブリッドが同じ価格なんですよ。だからまあヤリスクロスだったらちょっと物足りない、ちょっと上げたいなやったら30万40万ぐらい上げてもらったら一応こっちのハイブリッド Z が乗れるんで、そこのボーダーラインっていうのは、まあ、パノラマルーフがつけれるつけれないであったりとか、まあ、このシーケンシャルターンランプがついてた方がいいとか、まあ、あとはまあ全体的な広さもう少し大きい方がいいとかやったらちょっとお値段上がるんですけど選んでもいいかなと思います。燃費だってハイブリッドでリッター26でしょ。このサイズの車体を持って26って、うん、これ普通にいいと思うんですよ。めっちゃいいね。プリウスとかと比較してとかってなっちゃう気持ちも分かるんですけど、いやこの車体で SUV ですが、なるほど、どうやとそれぐらいのスタンスでおすすめしたい。なるほど、結構まさきくんがぐいぐいおすすめしてるお車になるんでね、ぜひ購入検討の方は上竹モータースで新車低金利 1.99% で購入いただけますんで、ぜひご相談くださいね、はい、それではグッドボタンとチャンネル登録お願いします。本日は なんで自分で笑ってるんですか。神田あかんやモータージャーナリストって。国民的車種、入れ入れ。66年から発売を続ける、もう一回お願いします。顔見たけりゃ顔見とけ。